安くてかっこいいコンパクトカー、これはスイスポでしょ。こいつはスポーツカーらしからずやつやのになかなかええ車なんですよ。メリットとしてはまず安いっすね。車体も安いですけどね、パーツも多いから安く買えて安くいじれる。あと速い、とことん軽量化されてるから普通にスイスイ走ってくれますね。もう一個はおもろいってことですね。ハンドリングも運動性能もいいし、エンジンの吹き上がりもいいからなかなか中毒性があって現代の AE86 とか言われてますね。デメリットとしては速いんですけどパワーはないですね。もともとパワーがあるエンジンではないんですが、こいつにターボつけるとなかなか化けますからね。あとは有名なやつが安っぽいですね。中も外も結構ですが、まあそもそもこいつはセレブが買う車じゃないんで、言い方は悪いかもしれないですけど、貧乏人にしゃぶり尽くされるように作られたような車なんで、そこがいいところやし、有名なんかね、安っぽいんじゃない、安いんだ。他にはコルドとかも安くてかっこいい車に入るかもしれないですね。まあ、かっこいいっていうと人にもよるからなんともなんですが、間違いなくこいつはランクインするでしょうね。